愛知県立田口高等学校は愛知県北下田郡下田町清崎に所在する公立の高等学校。1941年4月に開校した田口農林学校を母体に1948年4月に愛知県立田口高等学校が開校した。2008年度からは北下田郡唯一の高校である。1941年4月、北下田郡田口町に 田口農林学校として開校し、戦後の1948年4月には愛知県に移管されて愛知県立田口高等学校となった。田口高校は北下田郡発の高校である。同年6月24日には東栄町に北下田郡七町村学校組合立の本郷高等学校が開校し、1950年にはやはり愛知県に移管されて、 愛知県立本郷高等学校となっている。2008年3月をもって、東栄町の愛知県立新城、東高等学校本郷校舎が閉校となったため、同年4月以降には、田口高校が、北下良郡唯一の高校となった。愛知県初の連携型中高一貫校2004年度から、下良町立したら中学校、下良町立次ぐ中学校、 豊根村立豊根中学校との連携による愛知県初の中高一貫教育を実施しており、2007年からは3中学校からの入学志願者を対象に連携型入試を行っている。この入試方式では調査書を提出せず、志望理由書と中高連携のもとに行われる学習のまとめを提出した上で面接を実施している。 2014年度から東映町立東映中学校も連携一貫校に加わり、2017年からは東映中学校からの志願者も連携型入試の対象になった。やがて北下良郡つぐ村につぐ文校を開校させたが、つぐ文校は1965年に閉校となった。やがて北下良郡稲部町に稲部文校を開校させ、後に稲部校舎に改称した。 2003年に稲部町が東鴨郡に編入し、2005年の合併で豊田市となった稲部校舎は2006年度の生徒募集を行わず、2008年3月に閉校となった。長野県下稲郡根バ村ラヤギ付県稲郡上谷萩町には高校がないため、この地域から県境を越えて稲部校舎に通学する生徒もいた。東三河平野部、飯田千円線からのアクセス。 したら町内、東栄町からのアクセス、と米根村中心部からのアクセス。ありがとうございます。